はい、皆さんこんにちは。今日は、まあ見ての通り海には行っておりません。スーパーで買った、まあ普段釣れないね、まあ、サザエでホタテでスルメイカ、なんやったっけこれ、まあエビ忘れました。こうやってバーベキューをしたいと思います。でまあちょっとサザエなんかもね、お刺身を作ろうと思って、これ生きてます、刺身用のサザエ、これを使って刺身でバター焼きで、これもまあ刺身用やけどちょっとイカは怖いんで、これも焼いて、ね、バーベキューで食べたいと思います。でこれはあれ茹でておつまみということで、さあできます。そしたらまずはホタテ、これはもうざっと洗うだけ、洗うだけでバター焼き、OK。 エビはこれもざっと洗うだけ、これは塩茹でします。オッケー。はい、でイカ、今度はこの生イカを使って、まあ次回の釣りっていうか、まあいつか死んでいるけどこいつを泳がして大物を狙うという企画を考えております。でイカはね、背中に骨があるんで、これを取ってあげる。ちょっと切っておきます。OK。 よいしょ。次はサザエ、こいつは刺身と、まあつぼ焼きでやって、大きいやつだけ刺身にしましょう。でこいつはスプーンで、まずここスプーンの反対側でここ入れてあります。ザス、そしたら入れるんで、まあ一回反対に、で次はこのね、内側に指を入れてあげる。でここに貝柱があるんで、これをガスッと取ってあげたら、出てきます。こっちも同じ、こっちもまず入れて、出してあげて、指を入れて貝柱を取って、ずっとです、こんな感じ。そしたらこの2つ分けて、まずこの蓋取っていきます。ここね、端っこに入れて、これよし、 OK。
お、やっちまった。ここはちょっと茹でますか。ほんでこの硬いとこ、硬いとこは半分に切ると。この赤くなっとるとこは口、口のとこに寄生虫がおるんで、こいつは取り除くと。こっちも取り除くと。赤いのこれ、これおるんですよ、これ。キモ。鳥肌が立つ。これちょっと茹でまーす。余分な水分を取ります。オッケー。よし。よし。オッケー。茹で上がり。あが、おい。いいでしょ。 OK。 そしたらバーベキューいきます。よーし、はい、乾杯。バイバイス。このエビは誰の発案？俺。いいセンスです。いや、うまいやろ。このシマエビ、シマエビ。シバエビ。シバエビうまいんですよ。もうほんとボイル。ちょっと塩味が少ないような気持ちが。少ないですか、はい。ボイルね、ちょっと2分ぐらいかな。2分ぐらいボイルして、で、絶対に冷やさない。はい、どうも。絶対に冷やさない。氷で冷やしたらね、皮が取れんなる。これ芝居、芝居、こいつね、見えてるかな。だけど、ね、茹でたまま置いとくんよ。なるほど、ね、それはちょっと焦げるんだね。あ、やばい。野菜焼けたのかよいしょ。やっと肉が出てまいりました。やっと肉が出てまいりました。固まって凍ってます。凍ってます。あ、登録者が100人いったということで、記念の記念のバーベキュー、まあ、ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。まあ、みんなのおかげでございますが、何がおかしいや。まあね、まあ、週末はこんな感じでバーベキュー。海の上に立ってなくても、うん、海鮮バーベキューやっております。まあ次回またで大きなね、大物が釣れるように。釣れるよ、釣れる。ただやっぱり途中でやっぱりナブラが湧いた時に、うん、心が動くと、うん、釣れなくなりますね。そこやな。
まあナブラ湧いても、まあ、変わらずいきますわ。いや、鯛を狙っとれても、鯛をひたすら狙う。まあでもね、やりたくなるよね、ナブラっていうのは、うん、どうしても。どうしてもね、まあ、ということで、まあ大きいもん狙ってどんどんいい動画を撮れるように、みんなが楽しい動画をね、あげれるように頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。今日はクリアの日常、まあちょっとだけやけどお送りしました。ということで次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。Hey!